ルから行こうと思います。はい、じゃあのんちお願いします。はい、はちみつロケットの8時まで8時ロケーボーン、全員スカッタースペシャル、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日の MC 当番を務めます、森あおばです、よろしくお願いします。イエーイ。はい、そしてなんと私が塚本沙羅です。MC 当番です、よろしくお願いします。イエーイ。本日のガヤの皆さんでーす。バイ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 。はい、ガヤ一番君のマイカです。イエーイ。ミミさん。はい、ガヤ2番メジャーデビューしたアメミヤカナです。わー、一層可愛いよ、綺麗だ、綺麗だ。はい、ガヤ3番生まれ変わりました、ハルマレーナです、よろしくお願いします。綺麗だ、綺麗だ、そうでもないわ。綺麗だ。ガヤ4番、ほやほや花屋賞でございます。なんか私手にしないで、ちょっと若くないんだ、若いし。はい、脱皮しました。ガヤ5番ミフです。よろしくお願いします。主婦の皆さん、はい、さあ、もう今朝が気になって仕方がありません。そうですね、はい、まず、じゃあ、はい、ここはセンターの、そうですね、はい、ハリマさんから。なんで、じゃあハリマさんが一言言ってからいただきますって始めましょう。そうね、今日パーティーだから。そう、パーティー、センターね、はい、しっかりしないと。そうですよね、この位置もセンターなんでね、自称センター ね、はい、自称、ね、はい、皆さん皆さん、はい、よろしくに、はい、お願いしました。皆さん、今日は何の日ですか。メジャーデビュー日、正解です。ということで、ハリマレーナが一層調子に乗っております。ごめん、全然まとまってない、早く食べたい。ということで、ハリマレーナの祝福を願って、意味が分からない、皆さんでいただきましょう。言いたいと思います。はい、はい、手合わせて、はい、一斉のせ、いただきます。お食べたまえ。いやー、みんな食べて。はい、どうぞ。ありがとう。これやばい。お手際。すごい。お手際。ありがとう。ここで女子力が試されるよ。そう、やばいやばい。あのね、名古屋の時もね、みんなでご飯食べる前にハリマがね、いただきますしてくれた。そうなんですよ。いただきます班長だから。そうですね。ね。ね、そう、ガヤリーダー班長。あ、ガヤリーダー、ありがとうございます。ガヤリーダーいただきました。関西の時のごちそうさまがソラちゃんいてくれたんだっけ。あ、そうですね。じゃあ、はい。ハリマちゃんがね、ということでね、はい、はい、皆さん、本日メジャーデビューということで、3月7日に私たち、はい、ファーストシングルとセカンドシングルをリリースしたということでは、はい、あれですよ、オリコンデイリーランキングが出ました。そうなんですよ、そうなんですよ。会場ではちょっと発表したんですけど、はい、じゃあね、ここで改めて聞かせていただきたいと思います。はい、まずセカンドシングル、おかしな私とハチミツの君、うん、13位。イエーイ、素晴らしい、すごい、素晴らしい。13でもね、13ありがとう、ありがとう。そして、はい、ファーストシングル、そうね、はちみつロケット黄金の七人、6位。やばい、1桁、すごい、1桁。これマジでパニキャの人めっちゃ喜んでたからね。そうね、私たちもすごい嬉しい。みんな気づいた、私6番6位。やばい、嬉しい。じゃあ、じゃあ、それわけで、じゃあ皆さん乾杯しようよ。待って、お茶を継ぎますので、ね、ちょっと。そうね、だってさ、変わっちゃったよ。メジャーデビューしてね、だって10位6位と13位ってすごくない。すごい、ね、嬉しい。だからそのことを祝してね、やっぱ乾杯しましょう。お茶が持ってる、持ってる。お茶が人いる、もう何でも大丈夫、何でも大丈夫。お水で、オッケーオッケーオッケー。やばくない、6位だって2枚同時出してさ。そうだよ、すごいよ、すごいよ。じゃあ皆さん、じゃあここはやっぱりセンターの、そうね、アメミヤ先輩から。ここはスタンバイ、ここはやだ、譲れない。まあしょうがない、譲ってあげます。めっちゃハリマがスタンバってた。じゃあ皆さん、はいはい、13位と6位祝して乾杯。乾杯。みんなもお祝いしてる。じゃあさ、ほら、しほちゃんとかコメント見に行っていいからね。行く、行くよ。みなちゃん正解音痴だから、ちょっと一緒に座ってもらって。おさまえでマジで。オッケー。じゃあ、ピザ食べるから。食べたい、食べたい。そらちゃん MC 不安とか言われてるよ、そらちゃん。お先にいただきます。みんな聞いてる、そらちゃん MC 不安だってよ。私も不安だって、食べたいもん。てか、カリマさん、センターっていうより角の席だってね、言われてる。本当だ。みんなもありがとうございます。すごい。
みんなもなんか食べてる？乾杯。乾杯。私も食べたいんだけど、そういえばそういえばさ、めっちゃ食べていいって言ってるけど、私も食べたいんだけど。だよ、おにこぼした。ダメだよ。ねおでよかった。もう大丈夫だよ。はい。はい、というわけで。はい、パーティーということですよ、皆さん。そうでございますね。今日はおめでとうだって、渋谷の丸井でね、リリースイベントがそう、させていただいたんで見てよ、私の台本マヨネーズだらけなんだけど大丈夫？今、ちょうど思ったら失敗しちゃったね。大丈夫、本当に、うん、ちょっとやっぱさ、メジャーデビューだから食べ方もね、ちゃんと綺麗に。そうなん、どれが美味しいんだっけ。私はこれが好き。あの、まだ血の目残してないし、ダメだよこれ。え、そっちと何が違う、マヨネーズか。あ、違う、別物。これがミートクワットロなんとか。ちょっと落ち着いて座ってよ。これすごい、私ほんとガチ好きで、この前も食べたの、この種類、このセット。美味しいね。美味しいの。じゃあちょっと、みんな食べますって、食べてくださいよ。ありがとうね。ポテト、え、食べた。え、これシュリンプだよ。はい、じゃあシュリンプ、シュリンプ食べよう。エビ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 食べます。食べる？ポテト美味しい。あ、私か。じゃあね、うん、待って、うん、私だわ、ごめん。どう？はいよ、うん、そうだった。喋ります。食べてると思うんですけど、はい、あのやっぱね、こういうわけで皆さんの支えがあって、今日こうやってメジャーデビューすることができましたね、できました。じゃあここでいいお言葉をアマさんにいただきたいと思います。なんだこの顔。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ一旦 CM 行こう。一旦 CM やろう。じゃあ皆さん今これ気になってるよね。もうじゃあ今一旦の一旦 CM 行こう。一旦 CM やろうぜ。今がさ、自分から来たら話してって。それでは一旦 CM です。どうぞどうぞ。30秒くらいで終わらせないと。はい、カメラをそのまま。オッケーオッケー。はい、やって。はい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 、初お披露目となります、有馬玲奈の一旦コマーシャルです。イエーイ。はい、皆さん、さっきからこのこちらのタオル気になったんじゃないですか。それな、気になったんですね。実はですね、こちらなんとハチミツロケットのタオルでーす。イエーイ。ほら、こういう斜めの線、ちょっといい感じでしょ。もうどっからどっから見ても目立つ感じ、私の大好きな柄ということで、はい、さらにこちらハチミツロケットっていうロゴが入ってるんですね。イエーイ。欲しくなるでしょ、欲しくなるでしょ。しい。いずれ皆さんの手元にも渡ると思います。4、3、皆さん、ハリマレのためにぜひ買ってください。さい。さすがハリマレ、はい、ありがとうございました、はい、それでは本題に戻りましょう。本題に。あ、やっぱハリマおまけの女だからね。すごい欲しいよね、このタオル。すごいね、欲しい。そう、ペンライトもね、あるのでね、皆さんね、すごい、みんなも食べてるって。ほんと？ラーメン食べてるとか言ってるよ。じゃあ今から、うん、おまさんのいいお言葉を言うので、皆さん着席してください。ご報告も兼ねた、はい、いいお言葉を、はい、やっぱ改めてね、挨拶をさせていただきたいと思います。はちみつロケットは本日3月7日にメジャーデビューさせていただきました。今日ね、リリースイベントに遊びに来てくださった方、そして来れないけどいつも応援してくださる方、そして今ハチハチ堂を見てくださってる方、本当に皆さんのおかげです。これからね、ハチミツロケットどんどん、はい、もうロケットのようにね、イエー、ビャーンといけるようにね、はい、頑張っていきますので、はい、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあね、多分これを聞いた方は多分何のどこで、どこで次ライブがあるのか多分気になると思うんですよ。うん、ということで、ここで告知タイムに行きたいと思います。イエーイ。今週の告知当番、キミちゃん行こっか。はい、キミのが、やばいな、私何も喋ってないよ、大丈夫。キミのがあなたに会う告知をしていきたいと思います。しほちゃんのお皿めっちゃピザだらけ。はい、あのキミの台本を丸読みさせていただきます。お願いします。はい、キミ、まずは無料の会員登録をするだけで、ハチミツロケットの最新情報がどんどん送られてきちゃうという、嬉しすぎる情報サイト、はい、情報サイト待ってね、はい、情報サイトのその名もハチロケ養蜂情報センターです。はい、ちょっとさ、なんかみんな食べててガヤ入れてくれないの悲しい。頑張れ。はい、じゃあ皆さんももちろん登録されてますよね。してるよ、ね、してるよね。ちょっと君のまだしてないんだけど。おい、しろや。ちょっとやり方が分かんなくて。無料だし、簡単だし、何よりスペシャル動画も見れちゃうのでね、これは登録しなきゃいけないと思います。ね、はい、こちらの QR コードを読み取っ
でいただければ簡単に登録することができるので、じゃあちょっと今からキミノと QR コードのスクショタイム出た、いいですよ、たくさん10、シャッパシャッパシャッパ9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、はい、はい、スクショできましたね皆さん、はい、SNS などでどんどん拡散していただいてロケットアート会を増やしていきたいと思います。そして8ロケ情報用法用法情報おい間違えてじゃないよ、八ロケ用法情報センターから、はい、何やら新しい動画が届くとのことなんですよ、ね、楽しみだね、どんなやつ、何届くの、わかんないわかんない、しかもなんか主演が、うん、君の舞香で、監督は雨宮香乃、ね、何これ、待って何ね、知らないんだけど、知らないんだけど、まあね、それもお楽しみということで、はい、もうこれは登録するしかないですよ、ぜひぜひお願いします、はい、そして、はい、そして私たちに会えてライブも見れてお話もできちゃうリリースイベントを今やっています、はい、まず明日メジャーデビュー後の初イベントですよ、メジャーデビュー成り立ての私たち会えちゃうマーキー祭に出演させていただきます、はい、イエーイ、さあさらにさらに3月9日は虎ノ門のあのポニーキャニオンさんの本社にてリリースイベントがあります、はい、いやこれに来るとねなんかいろいろハッピーなことがあると思うんですよ、そういろいろ聞くんですけどね、で10日土曜日はララポート豊洲さんで、11日日曜日はダイバーシティ東京さんでそれぞれリリースイベントを開催します、はい、リリーベももうラストスパートになっていきますよ、楽しい特典会も盛りだくさんです、詳しくは八戸県の特設サイトをご確認ください、はい、じゃあ皆さん会いに来てね、約束だよ、はい、以上君の舞香の告知コーナーでした、イエーイ、ありがとうありがとうありがとう、食事中みんなに、はい、君ちゃんありがとうございました、はい、そこね、そしてもう一個ね、なんで前を通るの、ごめんなさい、でもいいよ、通るなって、ここでお知らせが一つあるんですよ皆さん、なんかはちみつロケットのオフィシャルサイトが、オフィシャルホームページですね、はい、がオープンします、わーい、今までもなかったんだ、はい、今まではデビューシングル特設サイトという形でしたが、今回はオフィシャルホームページとして新たに開設されます、はちみつロケット .com で検索してみてください、はい、よろしくお願いします、なんか誰も開催って言うんじゃないよ、ね、ロケットのみんなからたくさんのお祝いやメッセージをいただいたので、うんうん、ちょっとね、こっからは紹介させてしたいんですけど、うんうん、あでもその前にちょっと簡単にやっぱこのランキングが出たり、うん、めっちゃデビューしたり、うん、まあね、今日はやっぱ記念すべき日なのでちょっと一人ずつちょっとずつ、まあ、ちょっとお時間もちょっと限られてくるので、まあ、長すぎず短すぎずというところでちょっと一人ずつ伺ってみたいなって思います、じゃあしほちゃんから、あ、うまい、はい、どうやって飲んだ、食べてるから、じゃあ私からいきたいと思います、はい、はい、私ね、本当はまたしっかりしてるわよね。ごめんね、私食べちゃって。みんなでこの7人で3月7日を、ね、あ、映ってないんだけど。リーダー、ちょっとリーダー。ちょっと食べます、はい、タイミング、ね、今日という日をこの7人で迎えられることができて、そしてね、ロケーターのみんなと素敵なライブををすることができて、すごく本当に私たちはすごく恵まれてるなとか思うし、なんか渋谷とかすごい私たちのトラックだったりとかビジョンとかもあって、すごいなんかいろんなたくさんの大人の方が関わってくださってて私たちに、なのでそれに私たちは応えなくちゃいけないし、そのロケ応援してくれてるロケッターのみんなにも、ロケッターのみんなが大笑顔にすること、楽しませることが、うん、私たちのできる最大限のことだから、だからこれからもっと大きくなっても、うん、今応援してくださる人のことは忘れないし、初心を忘れずにじゃないけど、もっと大きくなってこの7人で大きい舞台に立てたらいいなって今日本当に思いました。そしてランキング13位と6位、本当に素敵な順位をいただきました。でこれからもね、どんどんなんか最初は良かったよねって言われないように、もっともっと私たち頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい、
かりしたこと言えないからさ、やっぱ、うん、おいおいお前リーダーリーダーじゃあそらよろしく。じゃあそら、じゃあちょっと羽山さんにしようかな。お羽山、じゃあ羽山言わせていただきます。これ何味しねえねえリーダーねリーダー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 え、いいの？ニーナいいのそれで。ダメです。大丈夫。リーダー、ついてきて。はい、しおちゃんお願いします。はい、行きます。はい、今日3月7日というこのみんなの日に、こうやって私はデビューすることができて本当に嬉しいです。あの、ずっとずっと私メジャーデビューすることが夢で、あのここまで3年4ヶ月、その前からもやってきたこともいろいろあったので、そのことがなんか今日という日に全部なんかのためにあったんじゃないかなってすごく思います。今日この7人で、そしてあのたくさんの方に見てもらう中メジャーデビューすることができて本当に私は幸せでした。終わらないんですけど待ってなんか終わっちゃう感じになっちゃった。でもあの黄色のサイリウムとかあのサイリウムとかがそう見せてくれて本当に綺麗すぎて私、なんかそんな泣かない人なのに涙が思わず出てしまってね、でも本当に嬉しかったです。とにかくこのね嬉しい気持ちを忘れずにこれからもっともっと素敵な景色をみんなで見れるようにどん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 ね、上に飛び立っていけるように頑張りたいと思うのでこれからも皆さんついてきてください。そい食べてるかな皆さん本当に今日はありがとうございました。まだまだ今週もね続くので、ね、ぜひ遊びに来てください。じゃあ待ってます。次みふちゃん。はい、ね、もう本当に今までずっと長い間デビュー決定を目指してずっと頑張ってきて、つい1000年だって去年初めてメジャーデビューしますよって決まってから今日まで3ヶ月もあったんですよ。でもその3ヶ月がいろいろなことがありすぎてすごいめちゃめちゃ詰まってたんですけど、あっという間っていう感じは全然しなくて、本当に日にちがどんどん過ぎていく、日にちを重ねていくたびにどんどん関わってくださる、協力してくださる大人の方だったりとか、どんどんあのはちみつロケットにを出させていただく場所が増えていったりとか、ライブでもロケッターさんがどんどん増えていて、もともとって言っちゃあれですね、ずっと応援してくださってる方々もどんどん素敵な笑顔になっていくというか、今まで以上に楽しんでくれるそんなライブにどんどんなってるように私には見えていて、すごくすごく楽しい3ヶ月間だったので、これからももっともっとずっと楽しいはちみつロケットでいられるように頑張ります。これからもよろしくお願いします。じゃあ次きみちゃん。はい、きみのは簡潔に言います。はい、ロケッターの皆さんが全力で私たちのことを推してくださってるのを返すには、私たちは笑顔とやっぱり売れることが何よりもあのロケッターの皆さんにとっても嬉しいんじゃないかなって考えているので、やっぱりみんなに全力の笑顔と頑張って知名度を上げて、これからどんどん成長してロケッターの皆さんに返していきたいと思いますので、ぜひ皆さんついてきてください。さあ、そら。はい、今日という日が、皆さん安全にすげえいい匂いでしょ。店長店長食べますか。どうぞどうぞ。今日声だけね。今日あの皆さんありがとうございました。すげえいい匂いだね。終わりか。空のねちょっとね、今日という日を本当に皆さん安全に健康にこうやって迎えられて、おいおい天丼だよ天丼。あれ面白い面白い。年上2人がマジかよ。年上2人がはい、でも本当にこういう日が迎えられたことを本当に私は嬉しく思います。そしてあの皆さん、ロケッターの皆さんが本当に私たちのことを応援し続けてくれる限り、私たちは皆さんに笑顔を届けまくるので、皆さん楽しい人生にしましょう。人生、そう、楽しい人生一緒に歩む、楽しい人生を私と一緒
緒に歩もうね。はい、じゃあ次。はい。はい。はい、じゃあ行こうかな。なんだよ。はい、今日はまず、皆さん。ちょ、もうさ、しっかりしてくんない？ごめんって。ちょっと盛り上がりたい。もう、みんなさ、時間がないんだからしよう。はい。困らせないでよ、もう。ごめん、ね、ちょっと。わかったわかった。早く言うから。早く言うから。ごめんね、マリー。はい、ハリマレーナが言わせていただきます。まず、今日ね、ちょっと今日お祝いしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。いや、本当に今日という日をハリマレーナと一緒に迎えられたあなたは本当に幸せ者です。だからやっぱり私はこれからも日本中の人、いや、ちょいちょいブラジルにもいるでしょ。そう、ブラジルに今5000万人の方が待機していただいてるんですけど、待機だよね。やっぱり本当にみんなに5000万人いるんだって、戦争でも始まるんかって感じで5000万人本当にいるんだってことをちょっと証明したいなと思って、だから私は絶対に5000万人連れてきます。あ、連れてきます。なので皆さん、これからもハリマレーナの応援、そしてハチミツロケットの応援、ハリマレーナを押してください。さあ、ありがとうございました。じゃあ最後にのんちゃん、まとめちゃってください。はいはい、12月1日からね、メジャーデビューが発表されて、ここまでね、本当になんかもう夢のような時間ってすごいあっという間だし、なんか素敵な時間ってこんなにもどんどん更新されてっていいんだなっていうのをね、なんかこの短い期間だったんですけどすごい感じて、なんかこうやってね、みんながなんかファンの方がいるから私たちがこうやってね、ライブとかもできてるわけで、だからこれからもこうやって本当にファンの方のおかげだから、この感謝をたくさん返せるように私たちはどんどん成長していきたいと思いますので、誰一人置いていかないので、皆さんよかったら私たちについてきてください。さあ、ありがとうございました。よーリーダーね、ちょっと今日はねすごく記念すべき日なんですけども、はい、ちょっとね騒ぎすぎちゃいまして、はい、今ちょっとこの辺でお開きということになってしまうんですけども、まあ皆さん明日はありますもん。そうだよ、明日渋谷ですから、うん、あのビジョンだったりとかトラックだったりとか、ね、皆さんぜひぜひ街ロケチェックしてくださいね。街中でもチェックしてください。はい、ね、はい、じゃあ、いつもの MC の当番と告知当番を決めたいと思います。やばいよ、ほんとに。じゃあ今日は MC 当番が4番で、うん、告知当番が1番、うん、おお、 OK。 じゃあ皆さん引いちゃってくれ。もう食べ物はいい。はい、もしはい、せーの、はい、人、はい、引いちゃってくれ。はいはいはい、引きました。ありがとう。せーの、はい、4番の人。わー、わしや。え、まぁ、MC？ やっぱ今日さ、俺今日全然しっかりしてくんないんだけど、よろしく喋ってないもんだって。私しか喋ってないんだけど、わかった。来週もよろしくお願いします。はい、そして告知の番は、はい、私でーす。頑張りまーす。よろしくお願いしますね。はい、ということで頑張るね。本日は明日は、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございまし ました。じゃあね、いつもの締めで明るく、はい、明日からもね、まだまだリリースイベント続きますので、うん、皆さんぜひ会いに来てください。さあ、お願いします。以上、はちみつロケットの8時まで8ロケドーン。見てくれてありがとう。ありがとう。バイバイ、ありがとう。これからもよろしくね。おやすみ。本当にみんなありがとう、大好きだよ。ハリマレーナはみんなが好き。ハリマレーナのことも好き。みんなハリマレーナありがとう。それは違う。それは違う。